ソネイチャーランド、坂田秀樹さん。空に憧れた少年はアメリカでパイロットのライセンスを取得。20歳の時、阿蘇を訪れパラグライダーと出会う。以来、阿蘇の草原の中でアクティビティを通じて阿蘇の魅力を発信し続けている。きっかけはですね、パラグライダーがきっかけでした。19歳で一アメリカに行って、20歳で戻ってきて、でその時にパラグライダーに出会ったんですよ。阿蘇だったんです。で、あ、エンジンがないっていいなと、単純にそういう、なんだろう、感動してですね、自然の力だけで飛べるんだ。でそれでもうパラグライダーにはまってしまった、で阿蘇に移り住んでしまった。24年目になります。じゃあもう人生の半分。そうですね、はい。やっぱり一番は楽しく仕事ができるっていうところじゃないですかね、やっぱ来られる方も楽しみを目的に来られているので、すごくいい雰囲気で日々仕事ができてます。なので忙しいからとかでストレスになることは全くないですね。そうですね、まあ、それも必要ですよね。やっぱロケーションってすごく重要だと思うんですけど、これがですね、街中でパラグライダーやっても全然楽しくないじゃないですか。これだけ雄大な自然の中でできるっていうところがやはり、遊びのね、楽しさのスパイスになってるんじゃないですかね、草原いいですね、飛んでて、はい、いいし、草原の中こう座って風をこう感じてると、草がすごいこう動くんですよね、風で、はい、そうすると観光客の方皆さん言うんですけど、あ、宮崎駿の世界だって言うんです。映画とかね、映画とかで草がこう動くっていうのを実感できると、なんかそれにみんな感動されてますね。いらっしゃってると思います。まあ体験にも来られてる方もいらっしゃいますけど、うちだけではなくて他のですね、観光施設行ったりとか、逆にそうしていただくように、僕らもですね、例えば冬来られたお客さんには夏のお話もシェアできたりとかですね、また景色が違うんですよとか、野焼きの話とかすることによって次の楽しみがまたそこで出てくるので、また2回3回阿蘇に行ってみようかっていう、なので、まあ、そういったところをちょっと意識してお客さんとはですね、接してます、やってますね。例えばパラグライダーの時にこう風待ちをしている時とかにも、こう外輪山見て、なんで外輪山の上ってこう一直線なんだと思いますって聞くと、中にはこう重機で道を作るためにきれいに工事でやったっていう方もいらっしゃるんです。そうなんです。そこは、ね、9万年前の大爆発で外輪山っていうのがこうできて、で その後こうまた草原、ね、作るための動きが出て、それも1000年前から続いてこの景色があるんですよっていう話とかをやると、またそのファンになってもらえますよね。もう私も阿蘇に来た時そうだったんですけど、もともとある当然の景色だと思ってたのが、実は人々の手で守られてきた。でそれをその作業活動がなくなると、ああなるんですよっていうのがすごく分かりやすいんですね。自然の中にいると、草原があるところ、もう森化しているところで、あれが周りの山が全部ああいう景色になったらどう思いますとかっていう話をすると、やっぱ草原がなくなるって寂しいですねってなるので、その後はですね、多分それぞれの考えで、なんか草原維持に、ね、自分の手伝いができたらなんかやってあげようっていう気持ちになってくれれば、それはそれで、まあ、私たちのその観光
という立場からの、草原の維持活動の一つになるんじゃないかなというふうに思いますね。サービスを提供する私たちと、あと、まあ、阿蘇に感動とか癒しとか楽しさとかを求めてくる観光客の方とつなぐ春日井みたいな存在ですね。やっぱり草原があることによって私たちのサービスを提供することもできるし、お客さんも草原があることによって楽しんでもらう、いろんなアクティビティができるっていうところで、やっぱり草原っていうのは私たちにとってはもうすごくお互いをつなげてくれるものだというふうに思います。阿蘇が大好きで、この阿蘇の草原がを維持するのがすごい今危惧されているっていう現状を知ると、あ、なんかやってあげたいなっていう思いになると思うんですよね。なので私たちはまあそこのきっかけ作りが体験を通してできればいいかなと思っています。